緊急事態宣言の期間、やっぱり合宿っていうのは一番解散になって、で6月からそのやっぱ改めて開始っていうふうになったんですけど、まあ、そこからそうですね、まあ、僕らとしても、まあ、大会が3月になったっていうのがあるので、はい、そのあすみません、アジア大陸予選っていうのが、うん、でそこに向けてじゃあどうしようかってなった時に、そのまあ、いろいろ試行錯誤、今までやってたことをまた一新して、でさらに良くしていこうというふうに取り組んでるっていう段階ですね。で今回 その全日本選手権っていうのは、すごいですね、さすが。あくまでその中間の発表会じゃないですけど、うん、そういう位置づけにして、まあ、僕らがその取り組んだことを確認する場所っていう感じでした。行く続きな分、うん、俺は何人だっていう意識ってあると思うんですけど、まあ、日本の方ってあんまりそういうのが意外となかったりすると思うんですけど、やっぱ自分らこういう立場で普段から日の丸身につけてる分、ね、うん、日本人として頑張らないとっていう意識はすごい強いですし、で逆になんかその悲観的になって、その日本人がスポーツ海外を取ってるとか、そういう方も結構多いと思うんですけど、やっぱ体格の差があったとか、そういうのも結構ひっくり返してきてるんで、なんか、ね、はい、なんかそういうのは随分解消されてきた感じがしますよね。そうですね、ちょっと畑違うかもしれないけど、陸上なんか見てると、はい、なんか昔は絶対に無理でしょって思っていたところが、はい、メダルにまでね、もう手が届くような状況になったわけですからね。100m で9秒台も、今誰も行けないんだ。そう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 。一人行ったらまあ結局みんな立て続けて。そう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 。そういうのはやっぱあると思います。潜在意識だけがなんか選手たちをブレーキっていうか止めてて、実際はできる可能性を壊してしまった。両端にブレードがあります。ああ、そこそこそこ。まさか僕らの場合はね、各々の